はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで、本日の企画なんですけども、ちょっと新しい企画やるかなと思いまして、まあ、サムネとか見てもらったらわかるかもしれないんですけども、無言リアタイ、1点取るごとに口数増えていきましょう、やっていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、どんな感じかって言いますと、まあ、最初ね、全く、まあ、僕には珍しい、無口でリアタイやりたいと思います。本当に喋らない。じゃあ、行きますから、マジで喋らない。うん、で1点取るごとにちょっとずつ喋っていきます。で2点3点と取っていくごとにつれてめちゃめちゃ喋ります。ちょっとまだやってないんでどんな感じであるかわかんないですけども、なんかもう普通にリアタイしようかなと思いました今日。ただ普通にリアタイすぎるのも面白くないなと思って、ちょっと無言でやるかなと。で僕無言でやったらめちゃくちゃ強いので、まあその本当に多分すぐに喋り出すと思うんですよね。けどね、ずっと0点のままやったら一生喋らずに動画終わりますんで、はい、何試合やるかわかんないですけどね。まあちょっともしかしたらこれボツにするかもしれない、クソおもんなかったら。うんごめん、口悪くなった。はい、面白くなかったらもうお蔵入りするんで、ただちょっと面白かったら僕編集して面白いなと思ったら動画出します。はい、だからこれ動画出てる時点でビップが面白いと思ってるっていうことです。うん、なので期待しておいてください。ではやっていきたいと思います。もう喋らん、こっからいくよ、いきまーす。読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、めっちゃ強い。西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの戦、初球得意のボールでストライクを引きました。ボールに絞って甘いボールを待ってますね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか、打ち出ませんね。うん、なるほど。外れてますか。じゃあ決まったと思ったんですよね。変化球で空振りを、浅村、菅、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。ボールになります。2球目は何で来るか、打ちました。バッターボックスには3番鈴木、ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。2球目打ちました。ワンアウトになっています。まず何を投げてくるか、打った、大きな打球になった。バッターボックスには吉田が入り、選手を控えですね。なるほど、そうですよね。バッター、イエーイイエーイ、よーしよーしよし、2点取りました。じゃあ喋っていきたいと思います。もう徐々にとか言ってたけど、もうね、喋らんかった、マジでストレス溜まった。うん、もういいでしょ。ああ、もう喋ったから、喋ったからブレた、エイムブレた、エイム言うな、 PUBG のやりすぎ。いやー、ちょっと喋らんかった、マジでストレス溜まったな。けどここはマジで結かなり強い方やったんですよ。ああ、もう面白い。や、油断できないですよ、かなり強い方やったんで。リボン3つ持ってましたから、リボン3つは猛者の証拠ですから。あ、きつい。いや、マジでね、もうね、バッティングの時も、あ、ピッチングの時もね、溜まってたけど、ドキ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 してて、すごい怖いな、これも。ほら、うまい、うまい。まあまあいいや、高校やし、こんぐらいから落としても大丈夫なのかな。あー、きつい。ボール先行、次は入れていきたい。怖いわ。次ストレート待ってるやろな。これが4球目、いいとこから曲がって、よし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 、オッケーオッケー、1点いいよ、もう。いや、けど1点やりたくないから前進しようかな、ここは。うん、ロペアン、おー、ナイス、ナイス。
よしよしよし、消えた、ランナー消えた、ランナー消えた。よし勝った、よっしゃ。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを解説は、まず何を投げてくるか。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。今のはバッターよく見ましたよね。ボール先行です。バッターヒットでランナーを一塁に置いています。内から入りました。まあ、やや浮いた感じでしたけど打ちにくいボールですよね。今の感じだともう1球来るかもしれませんね。なるほど、そうですか。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るのが早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんで打ちました。3番バッター阿部、なくなりました。マウンド上大谷、そしてキャッチャーは、そうですね、その打線は機能してくるんでしょう。追っつけて打ちました。高く上がった。この場面打席には吉田が入っています。さあ吉田先制のチャンス。まあ、やはり先制することが大事なんです。これが2球目。よどいとはわずかに外れています。165キロ。初球ボール。次が2球目。バッターバッターは2番に入っている山田。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース詰まりました。さてバッテリーはどう攻めてくるでしょうか。小宮山さん、まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思う。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド落ちました。ここで打席には中村が入ります。さあジャイアンツピッチャーが変わります。一打先制のバッテリー。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、6番バッター丸、ヒットでランナーを1塁に置いています。入れ、イエース、よしよしよし。はい、徐々に喋っていきます。2点なんでね、まあ、まだ全然2点なんで、そんなにめちゃくちゃ喋る必要はないかなと思ってます。はい、変えます。まあね、結構ね、あのピッチングの方は多分カットしてると思うんですけども、かなりね打ってくる方でした。結構ピンチでもう中継ぎました。大谷選手から即中継ぎに変えさせてもらいました。もうこのフォーク打ったらあかんって、マジで。もう敏郎選手、いや負けるかと思った。本当にまだ勝ってないけどね。いったんちゃうこれ。なんかもう喋り出すと点入らんでしょ。こんなもんなんすよ、リアタイって。かなり打ってくるよこの方、マジでビビるで、ほんまに。おやだ、あーちょっと待って、高い。あー、クリニック。おーし、なんでクリニックかって言ったと高いから高須です。はい、お願いします。そこのとこよろしく。大丈夫かな。うわー、危ねー。いけそうやな、このままティッカ。これ、うわー怖っ。おーっと、今のボールやったけどな、多分。見てますね。よーし、強いな佐々木投手。これね、もうね、落ち幅ほぼないんで、こっからやってもストライクになるんですよ、これ。ほら、見て。うん。はい、ということで、
そこまで面白くなかったかもしれん。ボツにするかも。ありがとうございました。